金ヶ崎の危機から脱した信長だったが、長政の裏切りと濃姫の落命は天下一新への道に大きな影を落とす。信長との対決姿勢を鮮明にした越前の朝倉義景は、長政と連携して近江進出に向け動き出していた。対する信長は濃姫の仇討ちを公言するとともに、浅井朝倉への報復討滅を決断。家康にも加勢を要請して大規模な討伐軍を催すと、近江姉川を挟んで浅井朝倉勢と対峙した。姉川の戦い。兄上、三河の精兵を率いてただいま到着しました。家康、遠路大儀であった。皆も聞け。金ヶ崎で機長が何者かに撃たれ命を落とした。この先俺は機長の死に関わった者たちのことごとくに相応の報いを受けさせると決めた。天下のためではなく恨みをすすぐための戦となる。依存ある者は去るがいい。止めはせぬ。俺はどこまでも信長殿と共に。仇が浅井であれ朝倉であれ、いずれは潰すべき相手。天下一新の成就にもつながりましょう。その潰すべき相手が動き出しましたぜ。朝倉勢はすでに近江に入ったようで。向こうがその気なら好都合だ。出陣する。俺のやり方見せてやろう。残らず消し去りましょう。晴らさねばならず、まずは浅井朝倉から撃つものだ。進め。お方様が亡くなられたらしい。だが俺がなすべきは姫を守ることだけだ。父上、本陣は私にお任せください。信長のやつ、落ち着いて戦場を見ている。怒りに任せて動いているだけじゃないらしい。味方援軍より伝令、敵に進路を阻まれ戦場に到着できないとのこと。鬼柴田の底力なめてもらっちゃ困る。進軍せよ。一斉に放て。はっ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 
前線を北に押し上げるぞ。阻む敵兵は残らず切り捨てよ。くそ、壊してく面目ねえ。これより加勢いたす。伝令、戦場に最下衆が現れました。何？最下衆だと？最下衆め、俺たちを狙ってやがる。前線の押し上げがなったか。この勢いで奴らを完膚なきまでに叩く。邪魔だてか。奴らもまとめて潰すのみ。最下衆か。噂には聞いてたけど、実際に見るのは初めてだな。朝倉の陣営が長く伸びているな。側面をつけば容易に崩せるはずだ。蹴取られぬよう慎重に。しかし迅速に対処しなくては。消し飛ぶがいい。最下衆は片付いたようだな。あの者らを雇ったのは浅井か浅倉か。家康様のあの動き。なるほどな。んじゃ、オイラも力になりますか。決死を仕掛けて勝ったつもりか。甘いわ、開門。俺たちのやり方で信長を超える。今だ、襲をかけろ。考えたな、長野さん。俺を出し抜こうとて無駄よ。やられてしまいましたか。開門。みな、朝倉勢を突き崩すのだ。越前の平穏を守るため、負けられぬ戦、何としても犠牲を食い止めるのです。開門。家康たちの働きが際立っているな。これで一層攻めやすくなろう。本陣を落とせば戦は終わりよ。浅井の勝利めがけ進め。進め。悪い手ではないが、見えすぎて。敵勢の狙いは本陣だ。そうしろ。信長はあそこか。今度こそきっちり仕留めてやる。親父はやらせねえ。ここまで追い詰められるとはいけませんね。開門。恨みはないが、ここで死んでくる。最下衆の承知。棟梁が残っている。この俺を殺せるものなら殺してみよう。やっぱり俺じゃ信長を超えられないのか。くそ、弱気になってる場合じゃねえのに。あいつが最下衆の棟梁か。あの鳥の門、なんだか見覚えが。残念だったな、長野さん。お前では俺には勝てない。
この信長こそが天下無双よ。おい、お前、金ヶ崎にいただろう。おっと、あの時の忍びかよ。よっ、家康様、朝倉の横腹をつくんだろ。おいらにも手伝わせてくれよ。お任せあれ。秀吉と。ああ、まさしくその通りだ。そなたの女性心強い。共に参ろう。この策が当たればきっと兄上のお役に。フルート、秀吉殿。もちろんや。おいらの力を信長様にもっと認めてもらわねえとな。間違いない、あいつだ。あいつが機長さんを撃ったんだ。またし損じたか。はい、どかせ。覚悟してもらいましょう。もう黙って見ちゃいられねえ。もう開けろ、俺が出る。開門。長政様だけに背負わせたりしない。私も出るよ。どうだ。私の心は長政様と共にある。絶対に負けない。打ち死に。なんと不甲斐ない。俺がやる。吉影様がやられちまったか。だがまだ引くわけにはいかねえ。長政様、ごめんなさい。壊して。このままでは長政様が囲まれてしまう。一体どうしたら。くそ、絶対に諦めねえぞ。この一戦では攻めきれなかったか。長政も吉影も逃すとは。急ぎ体勢を整えて追い打つぞ。いや、相手も手負いだが、こちらも損害が大きい。これ以上戦を続けることはできまい。それに比叡山など浅井朝倉に加担する勢力も現れている。ことは慎重に進めるべきだろう。比叡山か。俺の邪魔をするならば奴らも潰さねばなるまいな。の棟梁で間違いない。最下集か。奴らは依頼を受ければ何でもする連中だ。誰ぞに雇われて俺を殺そうとしているのか。あ、黒幕は他にいるってこと。それじゃあ最下の棟梁を撃っても仇討ちにならないな。いや、糸口を掴んだだけでも大きい。美月、よくやってくれたな。そうかな。俺もっと頑張るよ。黒幕だって俺が探し出してやるからな。やめておけ。これ以上は深入りするな。不用意に嗅ぎ回ればお前が狙われるぞ。大丈夫だよ、俺の忍びの技がありゃ。ダメだ。お前が危険を犯さずとも黒幕はいずれ明らかとなろう。